フランコは出だしから問題に直面します。反乱軍を率いてジブラルタル海峡を渡り本土に帰らなくてはなりません。そこである人物に助けを求めました。アドルフ・ヒトラーです。数週間後、ヒトラーが手配したドイツ空軍の輸送機でフランコと反乱軍の兵士たちはスペイン南部にたどり着きました。